皆さんこんばんは、えー、毎週火曜日のこの時間は「満 <laughs> 月のすぞ」<laughs> <laughs> ということでですね何かおかしいんじゃないのっていう雰囲気出てますけれどはいなぜ私と大石さんが出てるかと、えー、まあ普段はあの聞き手が2人ここに並んでるわけですけどもえー、えー、誠に申し訳ございません ちょっとあの諸事情ございまして、えー、今日はあの実はあの富士通総研経済研究所のカリュさんに、ね、ー中国経済についてまあこれからどうなるのかお話を伺おうと思ってたんですが諸事情でですね、はい、これないということなんです。ということで,です、ねまあ、本来であればちょっとその、ね、あの米中首脳会談もあって。 結構いろいろ話聞いたお話だったんですけれどす首脳会談もありまして、し、あとはまあ今の北朝鮮情勢ですよね。ね<え>後ろ盾がまあ中国というふうに言われてますから、そうなるとじゃあ果たしてこれって米中戦争になるのかどうかとか、うんうん、そうですね。うん、いろいろ聞きたいとこ,たことはあったんですが、すがちょっとまあ間に合えばこう参加してもらいたいんですが、うんはい、ちょっと間に合わないかもしれない、うん、っというおかどうなのかいって感じですね。今日はちょっと私が、うん 聞き手になって鈴木さんの最近のですね取材されていることとか、うん、まあいろいろなあのプロジェクトもやっていらっしゃるようで、はい、その中からですね、うん、あの皆さんにちょっと聞いていただきたいこと伺っていこうかなと思っております。 えー、何のプランもなか始まりますけ,ど <laughs> ますけれどもあれでもあれですか大石、うん、さん今どういう取材とかあってなんかこうこの辺関心あるとかありますか特にお金の絡みだ,なんかだとかお金の絡みですとねちょっと今からお話を伺おうかなと思ってる、はいまあ、なかなか我々の立場ですと、うんうん、実際に自分で投資っていうのはできないんですよね。あの 会社の決まりと、はい、ただあの年齢ももう50になってですね。うん、でも。 ななかなか、はい、貯金はそれほどでもない私も実は50になったんですけど、えーあのー、やっぱこう考えますよね50歳で,うで、ね、大概こう会社って60歳定年で,、えーえー、で例えば、あのーまあ、今再雇用で65歳とは言いますけど、はい、再雇用された時って給料多分半分ぐらいに減ってしまうからやっぱりあのこう50歳から60歳までが多分最後のため時。うん だと思うんですけども、はい、まあそこでどうやってこうお金貯めればいいのか、まあ実際でもあのえっ、ー、と金融広報中央委員会の、えー、あの世論調査で見ていくと、はい、えっと50代の3割は貯蓄ゼロなんですよね。だからそうなると、えっ、ー、と貯蓄ゼロで果たしてどうやって リカバーすりゃいいんだっていうのは多分ものすごい関心も高いみたいで、うん、最近だからのまあ私あの原稿依頼受けていろんなこう媒体に書くんですけども、えー、あの50歳からのマネーの依頼は随分多いような感じしますよね。う,ねうんそれまあ特にですね、うん、まあ実際に貯めようと思ってもですね、えーえー そもそも出費が多いんですよね。うん、まあまあうちの場合ですとまあかなりこの教育費というか、ちょうど大学生になってくるとかそういうところでなかなかいやじゃあその後10年ラスト10年何とかしようって思ってる、うんはい、そこのところどうするのかっていうそこはなんかいいプランがあるんですか。すね、大変なんですよね。えー、特にあの,あの注意しなきゃいけないのは最近特にあの晩婚化、えーえー、で。 まあ当然こうお子様が生まれるのも遅くなってきてで結構50代の時に子どもが大学生でものすごくお金がかかる時期でかつあの親の介護が加わったりとかするんで非常にこう出費が多い。 世代でではあるんですよねそうするとあの最後のため時と言われていながらも実はそこはその出費も多くて、うんまあ、なかなかこう貯めようと思っても貯められないっていうパターンは多いと聞いてます。うんうん、でまあ実際それどうしたらいいんだろうっていうのは非常に難しいんですけどもとりあえずまずは現状を知るって多分大事だと思うんですね。うん、でよくあの、えー、現状を知るために、うん ファイナンシャルプランナーという方にこう相談すると。大体あのライフプラン表を作りましょうって話になるんですよ。えっと自分の年齢が今五十だら五十で。今後八十歳までにどういう。お金の収入があって、まあ年金とか、あとはその貯金から。えっと資産から発生する。収益。っていうのがあって、で一方ではあの当然支出が出るわけじゃないですか。でそれをこう。差し引きしていって、どれぐらいのお金がこう安定的に。 維持できるかそれを見るためのものなんですがよく30代とかねあとまあ40代ぐらいからそのライフプラン表を作ろうと思っても先々が長すぎてその間の不確定要素ってすごくあるじゃないですか転職するしないっていうのもありますし子供を作る作らないっていうのもあるでしょうし極論すれば離婚するしないっていうのも多分ね入ってくると思うんですよ。 でそういう不確定要素がどうしてもあるので、うん、やっぱりあの30代とか,かライフプラン表を作ってもどうしてもこう狂いが生じてしまう、うん、だけどあの50歳になると、うん、もう大体こうまあ見えてきますよね、まあ、きっと。そうですね、まあうん、教育費かかるって言っても、うん、まあそれは大体年間どのぐらいかかるのかっていうのは、はい、分かりますし。うん まあ収入の面でもね、大体まあ予見できるっていや予見できますよね、うん。あまりこう大きく誤差って生じないじゃないですか。だからそういう意味では50歳からの人は、えー、多分ライフプラン表を作る意味があると思うんですよ。うんね、だからまずそれでこうあの将来何歳になった時に貯蓄がゼロになってしまうのかとか、えー、まあそれをまずチェックするってことは大事だと思いますね。うんうん、でその次はまあ。 例えば、その貯蓄ゼロだったら、でうもう、本当に極論の話ですけど。うんはい、もう、これはね、埋蔵金探すしかないんですよ。はい、埋蔵金ですか。うん、あのー、う,あうん。ひょっとしたら、あるかもしれない。例えば、どうなんですか、ね。例えば、ね、あのー、どうでしょうね。例えば、こう、新入社員の時に。ええ 無理やりり先輩からら財を作らされたりしててね<ー>でその財源って円<ー>月々5,000円ぐらいやってたんだけどうん、うん、ずっとこう溜まってる,なるほど、ね、でこれ結構そこそこの金額になったりするケースもあると思うんですよ。そういうのはまあ埋蔵金ですしうん、うん、あとは何でしょうね例えば保険、うん、あの例えばあの大石さん私もそうなんですけど、うん、すごくのいい時期に保険に入って。 てますよね、予定利率の高い時期ただあのころ入ってる保険って実はあの、まあ、定期付き就寝保険っていうのが多いんですけれども、はい、あの何て言うんでしょうもう50歳超えてきて子どもがある程度一定の年齢になって自活できるようになると保険ってそんなにいらないんですよね、うん、保証って。 うん、でもちろん解約することによって全額は戻ってこない、はい、わけですけども、はい、あの貯蓄がゼロの場合って、うん、やはり目先この,のキャッシュって必要になってきますから、うん、まあそれをこう解約して現金化しておく。はいなるほどね、それを現金化してうん、うん 現金のままああとあの本んと埋蔵金って細かい話で言えばひょっとしたら切手のコレクションしてる人がそれものすごい金額になってるかもしれないでだからそういったも細々したものを全部集めていってでこう一定のキャッシュを手に入れるあともう一つ最後にこれ多分最大の埋蔵金ですけど親のの資資産親ん。うん。 であの確かかに親の資産あるかもそれどうやってそのまあ生前贈与とかですね <laughs> あの例えばあの個人金融資産のうちの大体年齢階層別で見ていくと、うん、37%ぐらいはあの70代以上の人持ってるんです50代以上の50代の人は大体17%ぐらいなんですってはい、はいで。ということは圧倒的な額を、うん、今の 代代の親世代は持ってるる可能性があると、まあ、もちろんこれ個別さありますけど、うん、だからそういったそういう形で親がもしある程度の資産を持ってるんであれば、うん、まあその一部を生前贈与受けるなり場合によっては相続っていう形になるケースもあると思うんですが、うん、だからそこにある程度の資産はある可能性はある。なるほどね、まあ、先ほどの、はいまあ、現金化して、うん、でそれは。 運用したらいいよっていうお話ですけど、はいうん、まあ、ま間に合うんですかね、その50代からうあの五ってね、まあやらないよりはまずやった方がいいっていうのが一つあるんですが、ね、例えばあの五十五十歳からじゃあ運用しましょうと、でよくこう一般的に言われるのは。 えー、60歳になると、まあ、定年になるから、うん、あの当然そのお給料っていうのは入らなくなるじゃないですかはい、はい、でキャッシュフローで入ってくるキャッシュインするのはもうほとんど年金ばかりだから、うん、あの非常にこうリスクの高いものは避けましょうと、うん、もう本当極端な話を言えば預金に置いたままにしてくださいと、うん、っていうふうに言うんですけども、うん、でも60歳から数えても、うん、男性の平均寿命って83ぐらいでしたっけ今。 そうですね、あとな昨日ですかね、はい、あのつい最近発表されたその人口予想だとこれから女性っていうのは90超えるんですよね平均寿命はう、うん、もう男性もほとんど90に近くなるって、うん、だから人生本当に100年時代がもう間近だっていうことを考えれば、うん、確かに50っていうのはちょうどまあ中間地点、うん、半分ぐらいなんですよね。ですよね。 先に亡くなくる、はい、でその後一人残される期間のキャッシュをどう確保するかって多分すごい難しくてこれはあの来週あの野尻さんという専門家がいらっしゃって詳しくあの皆さんにお話しいただけると思うんですけどもあのまあ60歳からでカウントしてもえ平均年寿命まで多分二十数年。 お金は運用でできるわけですよね、はい、だからあのそういう意味では十分その長期の資産運用は可能なのでうん、うん、まあやっておいていいだろうなと思うんですよね。うん、るていうことでじゃあデイトレを60歳からやるかという問題はあるんですよね。ねであの、まあ、この番組でも結構あのいろんなこう個人のトレーダーの方が出てらっしゃる。はい くださったわけけですけどもはい、はい、やっぱり皆さんあの失敗してる、うん、で本当にあのこう、えー、1,000万ぐらいになったのがゼロになるような、ね、ですよねで、はい、そういう経験を何度も積んでるから、はい、今例えばそのオークトレーダーとかに慣れてるっていうのはあると思うんですやっぱり経験値ってすごく大事なんでだからそうするとあの60歳になって、うん、その経験積むかってったこれ厳しいっすよねやっぱり、ね、退職金全部消えました。うん っってなったら、うんあのー、もう本当にこれその後の人生設計は大幅に狂ってしまうので,うで、ね、だから前で、ね、あれですよね「退職金バカっていう本もれてああのー、ありましたねえっとああ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  そういうなんかうまく使わなきゃそういうことになっちゃいます、ね。そうなんですよ。よだからそうなると、うん、やっぱりあのリスクのあまりにも高いものは、うん、まあ避けた方がいい。うん、まあ特にそのゼロサムに近いところでのトレーディングは、はい、まあちょっと避けた方がいいだろうと。と六十歳以降は。えー、でそうなるとじゃあどういうもので運用するかってなるんで一つはやっぱりあのまあ。 これ退職金バカの中野さんもよく言ってますけども、はい、やはりとかグローバルに運用できる商品で世界経済ってまあんだかんだ言っても3%とか4%の年率で成長してるしそうなるとやはりマーケットはそれもうちょっと高い期待値で成長していくはずなんですねそういうところを考えていくならばグローバルに運用できる商品で回していく。 うん、まあ3%まあ仮にその世界の GDP にほぼ連動するんであれば3%から4%、うん、でまあ運用を一応期待できるとはい、はい、で、まあ、もちろん今預貯金金利はゼロに近いので,、はい、でまあそういう意味ではまあ十分なリターンが得られるかなと、はいはい、なるほどす、ね、ちょっとまあその、うん、あの後でまあこの話に戻る、ええ、かもしれないんですけれど <laughs> ちょっとなんか。 聞きたいなと思ってるのが、まあいろんなごご本手掛けたりとか、まあ出版業界詳しいですよね。で今のその最近のね、その売れてるとか読まれてるそのまあマーケット関係、金融関係、投資関係ってどんな傾向があるのかっていうちょっと教えてもらわないですかね。やっぱり株の本って売れてるんですよ。そうですか。あのまあやっぱり昨年秋口トランプラリー 始まっでその前はやっぱりマーケットもちょっとこう先行きよくわからなかったんで、えー、株の本ってなかなか売れるかなと思ってたんですけど、えー、まあものの見事に去年の秋口ぐらいから売れ行きが伸びていてはい、はい、でそういう意味であの株式の本は売れてるんですけども、えー、やっぱり今ちょっと注目してるのはこれで、ね、私フェイスブックでいろんな方とこうお友達になっていただいてるんですが皆さん挙げてくるのがライフシフト。 あの100年人生100年時代のいろんなこう例えば働き方とかお金のため方とかそういうの全部書いてあるこれ翻訳本なんですけどねあれ結構話題